はい、始まりました、しゅうちゃんオートです。本日はですね、飯塚オートレース場の久々の日中開催ですね。こちらのですね、今日は準決勝ですね、7レースから最終レースまで、準決勝の模様を中心にですね、やっていきたいと思います。今日も一日ですね、よろしくお願いいたします。北爪勝義です。さあ7レースですね、5秒を切りました。ここは、6番の片岡選手、3秒前、頭で固定でまずスタート。7レース1回戦スタートしました。並んだ10メートルは外から出るか、4番の室田康俊、先出しながらも出ようとするが、引っ張りながら3番の北爪、2番手発進です。4番手2番の野田の組み立ての体勢で、4番の室田が引きました。先頭争い浜田をまずは捉えていった。3番の北爪勝義、2番手追っていく6番の片岡健二、そうだ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 、よっしゃ、あとは北爪さんだけだ。3番手交代、1番の浜田忠、あとは2番の野上、5番の中原、片岡さん行け、片岡さん行け、林が4番室田を捉えました。浜田さん頑張れ、浜田さん頑張れ、残れ残れ残れ、3番の北爪勝義、飯塚は1年半ぶりということで、今回が新走路の2走目。片岡さん早く早く早く、いい感じ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 、そんな感じ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 、そこから入っちゃう、入っちゃう、もう入っちゃう、よしよし、やべえ、5コーナー中原さん来てる、中原さん来てる、浜田さん頑張って、浜田さん頑張って、1番の浜田が3番手で踏みとどまれるかどうか、高林来い、高林来い、外から揺さぶって、その進路を破るようにして、7番の高林亮も上位争いへと狙っている。先頭は6番の片岡、2番手交代、3番の北爪勝義、3番手はさあ1番の浜田が粘り強い競争を見せていて、5番の中原が外からそのままそのままそのまま並びかけようとするが、ここも1番の浜田がわずか優勢、残り2周回、あと2周、あと2周、浜田さん頑張れ、浜田さん頑張れ、していきました。2番手は3番の北爪、ストレート伸びろ、ストレート伸びろ、浜田を巡る争い、5番の中原、いい感じいい感じ、7番の高林も追いつきざまに仕掛けようとしています。外走って切り返さないで、そう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 、2番手3番の伸びろ、伸びろ、あと1周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 、通過しました。3番手には1番の浜田、ただし守れそうか、5番の中原もどうやらこれは追走がいっぱいで、7番の高林がその後ろ5番手となっています。先頭は6番の片岡健二、2番手3番の北爪、1番の浜田、どうやら3番手守る、6番片岡が制しました。青島と7番の落ちて分け合っていました。8レースですね、ここは4-6-7、4-6-7、青島さんまずスタート、外からドーンと行っちゃってください、頼むよ、青島さん来い、スタートしました、よし3番くれた、10メートルのスタート争い、よしよしよし、4番いった、オッケー、オッケー、は4番の青島広春、2番手発進です。2番のヒドトール、あとはつかさ、つかさと落ちて、つかさと落ち頑張れ、つかさと落ち頑張れ、6番の二村、つかさ入れ、つかさ入れ、よし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 、3番の野沢を3コーナーで捉えて、あとはどうしくんだけだ、どうしくんだけだ、7番の落ち直しさ、4コーナーで青島さん頼むよ、しっかりしっかりしっかり、そう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 、2周目に入って1番の原菊太郎のリードが見る見るなって、4番の青島がさあ追撃態勢を整えています。1番の原の外につけて、4番の青島広春まくっていって、さあ4コーナーで落ち上がってこい、落ち上がっとけ、1番の原菊太郎が突っ張っています。よし、つかさ入れ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 、うわぁ、どっちがちょっと伸びてるな、やべやべ、遅れてる、よしよしよし、つかさ伸びろ、つかさ伸びろ、3番手2番の木戸がしのいで、2番手の原菊太郎、打ちつけ打ちつけ、つかさ打ち、つかさ打ち打ち打ち、そう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 、もらったべもらったべ、よし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 、あとは2-1、2-1、流れたところを6番の二村が差し切って、4番手切り返せ、さあ2番手争いの集団へと頑張っていきました、そのままそのままそうそうそう、よっしゃ来た、6来た、おいた、ちょっと待って、おっと危ない、2番の人と5番の同士、両選手が落車しています。さあ先頭4番の青島広春、2番手は1番の原菊太郎の落ち頑張れ、落ち頑張れ、落ち2着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 、頼む頼む頼む、3番手7番の落ち直しさ、先頭4番の青島、はい、2番手1番の原のリードがなくなって、7番の押し直しさが、いやとりあえず的中できた、できたできた、とりあえずできた、とりあえず自己レースだけどできた、いやーつかさもったいねー、先頭は4番の青島、2番手は7番の落ちの体勢で、3番手は1番の原菊太郎が、そのままそのまま、どうやら粘りそう、4番の青島広春が先頭でゴール、よし、
昨日の予選はそれぞれ2、3さあ準決勝の B ですね、1社のみです、決勝進めるのがですね、3番と4番、3番の藤川選手、4番の平塚選手、この2社来い、準決勝 B スタートしました。藤川来い、藤川来い、藤川来い、まず当たった、まず来い、来い、2より先行け、回れ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 、並んでいます、並んだままコーナーへ、横田と藤川のスタート争いは内から2番の横田が出ました。30メートルも離れて4番の平塚、5番の田中進、6番竹谷の、そこで入れ、そこで入れ、そう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 、森本裕介入れ、さあ2番の横田の主導権をすかさず奪い返した3番の藤川に、行け、2番手から先頭の稲田が追っていきました。入っけ、3番手平塚、入っけ、2番の横田正樹、さあ、走タイムではブガール3番の藤川が1番稲原に対しては4コーナー仕掛けの体勢に入っています。3番手がやや集団となって2番の横田の内を誘うという4番の平塚正樹、平塚が上がってきました。その後に5番の田中数も大きなコースで上位争い対等を担っている。藤川逃げろ、藤川逃げろ、藤川逃げろ、早めに逃げろ、抜け出してリードは2車身半、2番手追いすがる1番の稲原、3番手には4番の平塚正樹、後ろは5番の田中進と2番の横田正樹が競り合っているが、さあ稲原を捕まえていった4番の平塚ですが、応戦する稲原、応戦する稲原、平塚との2番手争い、5番の田中進も前の争いに加わってくる。前3人、2番手以降が3人集団となっている。残り2周回、先頭3番の藤川、これは独走体制に入る。2番手4番の平塚が上がって、1番の稲原と3番手で粘っているが、外から5番の田中進のまくり構成、これが決まって田中進が3番手まで位置を上げてくる。進むくんどこに来る、頑張れ、進むくん頑張れ、先頭は3番の藤川、2番手4番の平塚の体制で、その後5番の田中進3番手となりました。1番の稲原、4番手、2番の横田正樹は5番手となった。さあ2番手争い、田中進がまくり仕掛けで平塚に襲いかかる。先頭は3番の藤川、2番手は辛くも4番平塚守った、3番藤川幸寛、ブルーランプがともります。さあ2本目、ここからは A ですね、2社です。僕が選んだのは4番の中村恭介、あとは篠圧、4番7番、まず4番スタートしっかり行ってくれ、レース準決勝 A スタートしました、記録生かして4番来い、4番来い、6番の岩見隆インコース、4番中村恭介とコースタート、うわ岩見さん先行った、突っ張りながら5番の中村智和、6番手守れるかどうか、7番の篠原も、うわ岩見さん先行った、5番の中村智和しのいで4番中村恭介を捉えていきました。先頭は1番の別府末彦です。2番手争い、篠圧、3番の佐藤裕二が抜け出してきていて、2番の和田が下がり、篠圧頑張れ、岩見隆が好展開、3番手から前を追ってきました、篠圧頑張れ、その後中段の後ろに5番の中村智和とインコース仕掛けの体勢から、7番の篠原が4番手までステップアップしてきています。最高峰になった4番の中村恭介、残り4周を切って1番の別府末彦が、うわ別府さんの上がりがいいぞこれ、一昨年の8月以来の優勝戦に向けて逃げあるのみ、1番の別府末彦、2番手は3番の佐藤裕二が粘っていて、6番の岩見隆3番手から、さあ追い詰め続けていますが、これきついな、2番手の距離は2車身くらい、その間に7番の篠原も差し込んでいきました。岩見さん上がってきて、篠原の終盤戦やばい飛び加減、6番の岩見を捉えて3番手と上がってきています。しかし先頭は1番の別府末彦だ、2番手3番の佐藤裕二、追走がどうやらいっぱいか、それを誘うという7番の篠原、上がってこい、2番手と上がってきまして、友達戦に上がってきた、さあ先頭1番の別府末彦リードがなくなって、7番の篠原が岩見さん上がってこい、岩見さん上がってこい、1周半の地点、5番の中村智和3番手まで位置を上げてきています。さあ前3人の攻防か、別府を7番の篠原が仕掛けてブルーフラッグで捉えていきました。3番手5番の中村智和、そして後方から4番の中村恭介も蘇生してきている。3番手争い、中村智和か中村恭介か、うちでは1番の別府末彦が粘って、2番手は3台横並びになった、先頭7番の篠原、篠原勝利、2番手は別府
7人総タイム拮抗しています。3秒35から3さあ11レースですね。ここは1番3番4番1番3番4番ペルちゃん頼む。スタートしっかり切ってくれ、後ろに食われないで1、3、4、この3試合頼みます。まずはスタート来い、ペルちゃん来い、ペルちゃん来い、伸びろ、そこから伸びろ、ペルちゃん伸びろ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 、後ろを残していきそうで、よし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 、手拍子スタートをくれました。4番の木山優希、準備張れ準備張れ準備張れ、2番手の根本、準備張っとけ張っとけ、そうだ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 、滝下と7番の佐藤隆也、同伴競り合いながら4コーナーに向かいます。テルちゃん伸びろ、テルちゃん伸びろ、6番の久坂の通るが一番後ろからの競争、2周回目に入りました。1番の関口が先頭ですが、追い詰めていく2番の根本雅人、うわー準備来た、少し差がついてしまった。3番手は4番の木山優希、根本に対しては仕掛けようとしています。さらにその後ろから順平抜かれんな、竹下順平も追い足が急で、さあ少し前の2番根本が滑り加減か。4番の木山と5番の竹下、3番手争いを繰り広げています。外から加速をつけて5番の竹下順平が3番手に上がってきた。2番の根本雅人に対して3コーナーでアプローチする。5番の竹下先頭はスイスイかけていく。1番の関口、順平頭しちゃうよ。2番手2番の根本の懐を捉えていく。5番の竹下単独2番手に上がって残り3周切りました。後方4番の木山由紀が4番手で少し足が止まり加減。順平の頭か、田中照義、あとは7番の佐藤隆也、頑張れ関口、関口頑張れ、6、7番手後方です。先頭は1番の関口、逃げろ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 、頑張れ。3号の1番時計、タイの数字は5番の竹下順平にありますが、逃げろ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 、粘りに粘っている。残り1周半を切って、頑張れ完全に首位争いはこの2人となりました。3番手差がついて2番の根本の体勢で、よし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 、抑えろ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 、そうだ順平もいっぱいだ、結構1対1の攻防。1番の関口が逃げる、逃げろ逃げろ、追い詰める5番の竹下順平、バックストレッチ、そのまま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 、最終コーナー仕掛ける5番の竹下ですが、ちょっと距離があるか。1番の関口がどうやら伸びろ、3番手2番の根本の外、1番関口逃げ切ってゴール。人気的には7番の浦田慎介、浦田から川口、さあ最終レースですね。このレースは2番と4番と7番、川口選手、松崎陽介、あとは7番の浦田選手、まずはスタート、川口しっかり行ってくれよ。24、7、来い、陽介行ってみろ、陽介行ってみろ、陽介行ってみろ、行かねえか、そこ期待したんだけどな、陽介、陽介そこ期待したんだけどな、行ってみないか行ってみないか行ってみないか、陽介が入ろうとしましたが、今度は円幕ちゃんの先行かないか、6番青島正樹が一番後ろとなって最初の4コーナー回りました。行けねえか、いやそうするときついぞ。3番手内をスルスルっと5番の遠藤誠が入り込んできて、外は3番の牧瀬良樹がもう一度加速して応戦。3番手は牧瀬と遠藤の争いになっています。この後ろから4番の松崎と7番の浦田慎介、浦田はまだ6番手から5番手に上がろうかというところですが、前は1番の鈴木浩二がしぶとく粘っている。5番の遠藤誠少しスペースがありません。外から覆いかぶせるようにして2番の川口、よし鈴木浩二に対して外から揺さぶるが、そこ入るか、もう一度5番の遠藤がこじ開けていきました。マコちゃんそこ入るか、先頭に変わって残り3周回、鈴木浩二が下がっていきました。川口宇治、うわーマコちゃんそこか、7番の浦田慎介の追い上げはどうか。さらに外は3番の牧瀬良樹も食らいついています。先頭は5番の遠藤誠、いやーマコちゃんか、2番手は2番の川口、そして3番手川口の懐を7番の浦田慎介いけるかどうか。残り2周を切りました。5番の遠藤先頭、さあ2番手争いは川口と浦田の争い、7番の浦田川口に対してこの3コーナーで飛び込んできまして2番手と上がってきた。いやさあ5番の遠藤と7番の浦田、この両者の首位攻防戦、これはもう参った、ブルーフラッグを通過しました。マコちゃん頑張れ、マコちゃん頑張れ、3番手5番の遠藤が先頭だ、混戦を断ち切るか。5番の遠藤、7番の浦田慎介、入らないだろ、入るか、入った、浦田が飛び込んでくる、浦田が飛び込んでくるが、でも飛びそう、ちょっと流れた、差し返す、いやマコちゃんすごい、おめでとう、うわ
おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー、最後ね、遠藤選手素晴らしかった。いやースタートね、陽介行ってくんねえかななんていうふうに思ってたんですけど、まあさすがですね。はい、スタート校舎でもあります。はい、明日も頑張ってください。ということで本日のしゅうちゃんオートですね、飯塚オートレースの3日間開催のですね、準決勝の模様をやってまいりました。明日決勝の模様やっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も一日お疲れ様でした。そして最後までご視聴いただきましてありがとうございました。